はい、では特徴を説明したいと思います。まあ、この納豆キナーゼ、当然ながら納豆キナーゼですから。納豆の中に入ってるんですけど、どこにあるかというか、まあ、これがね。 いわゆる納豆ですよね今日ちょっと大粒で用意しましたけれどもまだ白いのが付いていて非常にフレッシュな状態ですまずこのフレッシュな状態じゃないと話になりませんよくあのテレビとかで納豆が何とかに効くぞってなるとスーパーから納豆消える事件っていうのはよくたびたび起こりますよね必ず納豆って注目されるんですよでもここに落とし穴があります出来立ての納豆にはこの納豆キナーズという酵素も出来立てで元気なんですよこれスーパーさんで買っ でまあ、いわゆるなんていうんですかね発泡スチロールのようなこのパウチに入ってますよねこのような昔ながらのものじゃなくて元々は藁がいいんですよでもやっぱり不便ですから当然ながらその発泡スチロールのものを買いますでそれを買って入れた時点でやっぱり納豆の活性は落ちてきますどん,どん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 見た目は綺麗だけどやっぱり痩せ細っていってしまう同じようなことが納豆にも起こるんですよではこの納豆の中どこに納豆キナーゼがあるかもちろんこの大豆とかがベースですからここにはタンパク質とかありますよね。でも ここじゃないんですよいきますよよきま12345昔ねやっぱりこの料理のすごい方たちっていうのは最低200回納豆は回せって言いますけどその理由もありますはいなぜかというと味もマイルドになってくるんですよね美味しさが上がるって言ってますけれども確かにそういうことも起こるんですよじゃあ納豆きなーお見せしますいきますよここの白いとこ豆じゃないのこの白あ残ったここここが納豆きなーのベースになりますわかります 行きますよもう一回行きますよまずってまずまずまず行きますよ行くよ見せるよいいこ,ここ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 この白いとこ豆じゃないんですよ実はここなんですよこのネバネバしているこの中に納豆きなあぜというコースがしっかり入ってるんですよだから納豆食べる時に皆さんこのまま 醤油とかいわゆるこの味とかからしとかそういうものを入れないで食べる方ってほとんどいないと思いますけど僕はこのままま食べますなぜかというとこの納豆なぜ非常に熱とかいろんなものに弱いんですよ酵素ですから当然熱に非常に弱いです温かいご飯おいしいよね温かいご飯にかけるお味噌汁に入れるまあおいしいですよね鍋に入れるキムチ鍋ね納豆鍋とかもう台なし分かりやすくやろうかこれほらこんなネバネバしてるじゃないこれをねお味噌汁入れますよ お味噌汁の中に入れちゃってこんな感じでねいくよさっきの納豆きなぜがどうなったかすごいデバデバしてましたよねでも見てほらやっと1本あるかなやっと1本できるかななくなっちゃうんですよお味噌汁入れると熱いもの液体お醤油からし非常に弱いです非常に繊細なものだからこれを 安定して取るためにはやっぱりこの中から納豆の中から抽出してこのようなサプリメントこれにすることが非常に重要ですで納豆というのはさっき言ったみたいに活性値がありますでこれ活性値 2200FU たった一粒であるんですよ 2200FU たったの一粒に入ってますこの一粒を取っていただいてもたったの1.35カロリー一粒でねで 中身がどういうものかやっていきますねこのような一粒これまあ、皆さん開けることはないと思いますけどカプセルを開けていきますこのくらいの量が入ってるんですよで、納豆苦手な方ってやっぱり匂いダメだと思うんですよね無臭です納豆知ってるからと思って嗅いでも納豆の香りは一切しません納豆キナーゼを取るのは非常に納豆からね取るのは非常に難しいんですよプラス これだけでは足りないいと思いますやっぱり穂坂流ではやっぱり女性の方も非常に多いですしやっぱり高齢の方も多いあとやっぱりちょっとね気になるのは現代病としては座りっぱなしが多いとやっぱりいろんなもの,の循環が悪くなってちょっと冷えとかね冬場だけじゃなくて夏場とか冷房も非常に冷えやっぱりじっとしてると冷えてきますからそのために金時生姜というこの「 非常に珍しい生姜他の生姜よりもはるかに栄養価が高い、まあ、幻と言われているような生姜ですこれも粉末に入れてありますさっきのねこの粉末の中に入ってますでこれです皆さん多分見たことないのはこの「飛発というまあ,あの東南アジアの方の南方系のものなんですけど非常にもうこのままガブガブ食べたいぐらいあのスパイシー甘いみたいな感じねめっちゃいい香り 古くから我々日本人世界の人たちを温かく巡らしてきたこの日初そして金時しが納豆キナーぜにプラスしてあります最強のタックですねなので是非この一粒だけ一日たった一粒で結構です飲んでみてください